こんにちは。当時僕はサラリーマンをやってて、でその時に、まあ、趣味で日曜大工を、まあ、いろいろやって、例えば娘が2人いるんですけども、おもちゃ作ったり椅子作ったり、まあ、そういうことをしてたんですよね。で、まあ、そういうものづくりをこうずっと繰り返しているうちに、まあ、昔からものづくりが非常に好きで、まあ、いつかは家を作ってみたいっていうような思いもあったので、セルフビルドで家を建てたいなっていう思いがだんだんこう強くなってきて、で、まあ、都会に、まあ、その頃ラッシュにこう揉まれて通勤してたんですけども、まあ、そういうのも本当にこれでいいのかなっていうのもあったので、じゃあ思い切ってちょっと仕事を変えて、セルフビルドができるような場所に移って、で、まあ、そういう、こう大きな、なんていうんですかね、全く今までのその暮らしを変えるっていうことを、まあ、やってみようかなと思ったんですよね。まあ、私はどこか田舎の方に行って、木工で家具を作ってってことを考えたので、まあ、そうすると音が気になるとか、そういう都会ではいけないので、で大体ちょっとこう田舎の方になるんですけども、でそういう仕事をしたいということと、あと当時その行政が結構バックアップしてくれるっていうのニュースがあったので、例えば住まいを斡旋してくれるとか、そういうのがあるかどうかっていうようなことをですね、一通りの企画書にまとめて、で、まあ、私も家内も両親が関東近県なので、そのエリアからあまり遠くないところに、市町村、主に町村ですね、そこをピックアップして、でこういくつか送ったんですね。ここは私学生時代に、サークル活動で夏の合宿をこの大泉でやってたんですね、北斗市のね。でその印象は非常に良かったんで、あ、ちょっと知ってる場所だなと思って、でここの最初に来た印象は、まあ、いろんなところに行ってるとですね、やっぱり例えば非常に過疎でちょっと寂しい感じのするような場所もあったり、まあ、人口だけの問題じゃないんですけども、でここはそういう田舎っていうか、まあ、自然が豊かなところなんだけども、全然そのなんていうんですかね、垢抜けてるっていうか、田舎臭い感じはしないんですよね。だからすごく印象は良くて、まあ、生理的なそのあ、ここならいいかもっていうことをこう印象を持ったんですね。そうですね、おっしゃる通り、ここはそのすごく入りやすかったっていう印象は多分あると思います。もちろん他のところに行ってないので分かんないですけども、そのちょっと排他的なイメージとかっていうのは、まあ、なかったですね。でそれはまあ先人たちがたくさんこう移住してきてるので、移住してる人たちが多いので、すぐそういうところに我々も入れるということももちろんあるんでしょうけども、まあ、地元の人だって別にそんなになんでこんなとこ来たのなんていうふうに聞かれることはありますけども、でも別にそこはこう温かく迎えてくれるし、実際こう入ってくることによるなんか難しさみたいなものは幸いにしてあまり感じなかったんですよね。子供が、まあ、小学生から入ってきて、で当然その学校のつながりがありますので、PTA の役員みたいなものとか、地域の育成会みたいなものの役員やったり、あと集合住宅に、まあ、住んでますんで、その地元の、まあ、普通にその地域としての活動っていうのはできるだけやっていくようにはしてますね。まあ、いろんな人とこう知り合うようになってきたら、
この八ヶ岳のエリアっていうのがすごいものづくりをいろんなジャンルのものを作ってる人が多かったり、いろんな文化人が多かったりっていう、すごく面白いエリアだってことに後から気づきましてね、憧れて来る人たくさんいるんですけども、来てみたらそういう場所だったっていうことで、でそういうつながりがどんどんできてくることで、孤立しがちな自営業なんで、一人で物をコツコツ作ってれば結構孤立しちゃいがちですけども、結構いろんなものを作ってる人がたくさんいるっていうところで、まずそういうネットワークもあるし、せっかく八ヶ岳にこれだけの人がいるんだったら、それを皆さんに知ってもらいたいっていうふうにこう思うわけですよね。例えば山梨県っていうと、ワインとかね、そういうふうに果物とかそういうのパッとこう浮かびますけども、八ヶ岳にはそれにも匹敵するぐらいのね、すごくユニークなものがあるっていうことを皆さんに知ってもらいたいって思いが強くあって、でそれは個人で発信してるだけだとやっぱり弱いですから、チームを組んでブランドを作って、そこから発信するっていうこともやってますし、八ヶ岳からも世界に向けて発信したいっていうふうに私は思っているので、それはもうどんどんやっていきたいです。そうですね、最大の魅力はですね、たくさん魅力があるんですけど、例えば自然が豊かだとか、それはここに限ったことではないんですけども、僕はちょっと仕事を、家具を作ってその家具を売ったりしてるっていう仕事もあるんで、都会からのアクセスが非常にまずいいっていう、その距離感とか、高速道路を降りてから の距離感もいいですよね。高速道路降りてから現地に行くまでに長い下道を非常に長く走るっていうところではないので、2時間ちょっとで都会から来れるっていうのは、名古屋からも3時間弱ぐらいで来れるんで、それは非常にいいですね。で非常に開放的な感じがするし、明けのはあれですよね、日照時間が日本一っていうエリアなんで、すごくその冬もお日様がやってるし、そういう意味ではすごくなんていうかな、気持ちがいいところがありますね。でなおかつさっき言ったようないろんなそのクリエイティブな人がいるので、面白いですね、いろんな人がいて、本当にいろんなジャンルの方がいて、そこは楽しいですね。だからそういったつながりで思わぬ人に出会ったりすることもあるんで、都会にいるのとはまた違う良さが明らかになるし、本当のこう物質的な豊かさをこうずっと追い求めてきたのが、多分今までの日本のね、世界もあるかもしれないですけども、ここにはそれとは違う本当の豊かさがあるんじゃないか。